三重県設図書館は、かつて、三重県津市桜橋2丁目に存在した市立図書館。1992年2月3日に、三重県建設業協会が開設し、2006年9月30日をもって休館となった。建設業界のイメージの向上を図るべく、業界とは無関係の一般人にも開かれた図書館として開館し、建設に関する専門書だけでなく文学書も所蔵していた。1991年4月1日に、社団法人三重県建設業協会は法人化30年を迎え、同年5月の役員会において、協会長の田村健二の発案により30周年記念事業として建設図書館を建設することを決定し、同年7月に着工した。施行者は東海道県である。図書館の建設と並行して、三重大学工学部の教授、建設省や三重県庁の職員、協会団体役員ら16人からなる図書選考委員会が、図書の収集にあたった。図書館設置に向けた取り組みは、建設業界の産経イメージを文化的な事業を行うことで払拭しようという意図があった。また建設業協会の会員企業の中で、専門書を持たない中小企業や建設業を志す学生へ図書を貸し出すという意味もあった。1億円をかけた図書館建設工事は1991年12月に、完成し、1992年2月3日に開館した。同日竣工、開館式典を挙行し、約200人が出席、三重県知事の田川良三や、協会長の田村健二らがテープカットを行った。開館時点での蔵書は、およそ7000冊で、図書のみならず青函トンネル建設工事を記録した、ビデオ、基本的な技術、広報を収録した Q&A 式のソフトウェア、一般向けの従来広報と通売法広報の違いをわかりやすく説明したソフトウェアなどを所蔵していた。都道府県の建設業協会で図書館、図書室を開設した例はこれまでになく、業界における広報活動としては従来、建設フェスティバルなどのイベント開催や、マスメディアでのコマーシャルメッセージが一般的であったため、建設図書館は異色の存在として注目を集めた。開館後も図書選考委員会が年間1000冊程度の新規購入図書を選定し、新刊を増やしていった。図書購入予算は年による変動があるが、700から800万円で推移した。10年以内に蔵書数の目標を2万冊超としていたが、最後に残る統計である2004年度の蔵書数は 18,545 冊と目標を達成することなく2006年9月30日、事実上の閉館となる休館となった。各年度版、三重県統計所による。図書館は鉄筋コンクリート構造3階建てで、外壁はタイル張り、延べ床面積は 224.52 平方メートルであった。1階部分は駐車場への進入路を設けるため、玄関と書庫のみで、主要な機能は2階と3階に配置していた。2階は受付、AV コーナー、休憩コーナー、一般図書と建設関係の図書の書架、ビデオ、雑誌の棚が置かれ、3階は建設技術の専門書、国土地理院発行の地図、雑誌のバックナンバーを収蔵していた。図書館の所在地は、三重県津市桜橋2丁目177番地にで、三重県建設業協会のある三重県建設産業会館に隣接していた。三重県建設業協会の設置、運営する図書館であったが、建設業界とは関係のない一般の利用も認めていた。これは図書館を建設、運営することで建設業界のイメージ向上を狙っていたからであり、一般の人に建設事業への理解関心を高めてもらうことを意図していた。実際に建設業協会会員及び会員企業の従業員の利用は 55.2% と半数近くが協会以外の利用者で占めていた。一般利用者の増加には後述のテレビ CM が大きな効果を上げている。貸し出しには利用者カードを要し、カード発行には100円が必要であったが、貸し出しそのものは無料であった。利用者カードの作成に住所要件はなく、身分証明書の提示は不要で、中学生以上であれば、誰でも作成可能であった。開館時間は9時から16時30分で、土日祝日、年末年始は休館していた。職員は1人の専任職員と2人の兼務者の計3人で、独自に作成した司書管理マニュアルに従って運営した。貸出可能点数は、図書、雑誌、ビデオを含め3点まで、貸出期間は2週間で、1回の延長が可能であった。なお返却が遅れた場合は3ヶ月間貸し出し停止となるという厳しいペナルティがあった。図書の配下、分類は日本縦針分類法を採用せず、独自の分類法を用いていた。分類は3桁の数字で、上1桁の1が一般、2が建設経営、3が建設技術、4が建設技術、5が建設技術の大分類を示し、下2桁は小分類を示していた。なお、小分類の元2桁、17はビデオ、19は雑誌を示し、他の数字は図書を示していた。1996年9月30日時点の蔵書構成は、一般が 30.3%、建設技術が 24.3%、建設技術が 22.8%、建設技術が 15.0%、建設経営が 7.6% であった。貸出比率は、一般が 32.0%、建設技術が 30.3%、建設技術が 22.6%、建設技術が 10.3%、建設経営が 4.3% と、蔵書比率とは一致しなかった。蔵書はすべてコンピュータで管理されており、コンピュータで蔵書検索ができたほか、紙製の図書目録を開花書架で公開していた。1995年4月より、三重県設図書館の一般への認知の向上と、一般利用が可能であることを広く知ってもらうために、テレビ CM を30テレビ放送で放映していた。この CM は1本30秒で、最初に、三重県設図書館の文字と同館の住所、電話番号を映し出し、館内の書架を映しながら、建設関係の専門図書館であることを紹介した後、誰でも気軽に利用できることをアピールして最後に、再び館名、住所、電話番号を表示して終了するというものであった。なお CM の制作は趣旨を伝えた上で、制作会社に一任し、建設図書館が主体的に制作したわけではなかった。特徴的なローカル CM が多い30テレビの中でも印象深い CM として、三重県民だけでなく、三重テレビを視聴できる愛知県民にも知られていた。CM の放映開始により1日の平均入館者数は13人から21人に、利用者カードの申し込み者数は年間300人弱から500人強へと増加した。ありがとうございます。